聖霊降臨を描いた15世紀の写本ペンテコステは、聖霊降臨と呼ばれる、新約聖書にあるエピソードの一つ。イエスの復活、昇天後、集まって祈っていた120人の信徒たちの上に、神からの精霊が降ったという出来事のこと、及びその出来事を記念するキリスト教の祝祭日。教派により訳語は異なり、聖霊降臨祭、五春節、五春,春祭、七週の祭りとも言う。 座読歴の第三歩で主の十五日である。聖霊降臨に関する記事は、新約聖書の首都原稿六二章一節から四十二節に見られる。それによれば、復活したイエスは弟子たちに近いうちに聖霊が降ることを告げて、天に昇っていく。それから十日後、ユダヤ教の七週の祭りの日に使徒とイエスの母や、兄弟たち、イエスに従った女たちが集まって祈っていると、 激しい風のような音が聞こえ、天から炎のような舌が一人一人の上に分かれて降った。集まって祈っていた信徒たちは精霊に満たされ、様々な国の言葉で語り始めた。地中海世界全域に離散していたディアスポラのユダヤ人たちがご衆祭のためにエルサレムに集まっていたが、信徒たちが地中海世界各地の言葉で語っているのを聞いて驚いた。 ペトロが中心になってイエスの死と復活の意味について語ると多くの人が信じて洗礼を受け使徒たちのグループに加わった。キリスト教団は洗礼で洗礼が下ると主張するがイエスの弟子たちは洗礼を受けた後すぐには洗礼は下らずペンテコステで初めて下ったのであることから矛盾が見られる。歴史的にはペンテコステという名前はギリシア語で50番目を意味する。 ペンテコステパイプシロンに歌うイータカッパシグマタウ、ミューローアルファに由来している。これは、ユダヤ教において、大麦の初歩のユラ祭の50日後に祝われる祭日、シャブオットのギリシャ語訳である。キリスト教団の精霊降臨の日は復活祭から、数えて50日後に祝われる移動祝日であるが、聖書本来のペンテコステの日に対して1週間、足りない。その日付は、 毎年異なるが、西方では5月初旬から6月上旬の日曜日、東方では5月初旬から6月下旬の日曜日に行われる。各国によって、聖霊降臨の日の祝い方は様々である。例えば、イタリアでは炎のような舌を象徴して、式中にバラの花びらをまく。フランスでは激しい風のような音がしたことを表して、式中にトランペットが吹かれる。 ドイツでは目牛に花冠をつけ引き回す。精霊降臨を描いた芸術作品は多いが、特に有名なものとして、エルグレコの絵画、精霊降臨がある。なお、ユダヤ教のペンテコステに関しては、シャブオットを参照のこと。ペンテコステ教会というキリスト教の一派は、個人個人における精霊の働きを強調し、威言など、神がかり的な体験を強調する。 その重要性ゆえ自らの教会にペンテコステを冠している。また、成果を強調する福音派教会でも、個人個人における精霊の働きを強調するが、心の中にある自我が清められ、神中心に生きるものに変えられる瞬間的成果と生活が少しずつ成果され、清い生き方をするようになる前置的成果を強調する。それゆえ、清潔派と呼ばれることも多い。 福音派及びペンテコステ派以外の多くのキリスト教書派においては、聖霊降臨は、教会が成立した日であるという認識がなされている。ありがとうございます。